こ,このコーヒーには詳しいのかもちろんよ。私が昔よく飲んでいたものですものよく知ったフォー先輩あい,いえ、今は兄弟子として呼ぶより、ガフォー先生昔話をしたかと思ったら今度はコーヒーの話 <laughs> <何>あの人がオイラたちの探してるガフォーさんだと思うけどいや、別にこれといった事情などないんだ。 ジュライセン先生も君のことを大切な弟子としていつも評価していただけに失望が大きかったみたいだリサ君が教霊院を離れたことは本当にもったいないことだった君ほどの才能と知恵を持つ者があのまま教霊院に残っていれば今ではハーバッドの地位にいたかもしれないのに。 の聞き間違いじゃないよなあれってセピロス騎士団の図書館司書のリサさんじゃないかリサさんがスメール教練院で勉強してたっていうのは聞いたことあるけどそれって昔のことだろどうしてリサさんが今ここにいるんだ私の予想が正しければあなたは昔の話を持ち出してここに連れ戻そうとしているのかしら <laughs> 聞いたところによれば今はモンドのスピロス騎士団で図書館司書をしているそうじゃないか僕から言わせてもらえばとんだ役不足だよ自分の時間を浪費すべきじゃないどうして師書なんていう小さなことに頭を使うんだ君の時間はどう見ても貴重なものだというのに君が学院に戻ってきてくれるならすぐにでも君を責任者として迎えるプロジェクトが大量にあるだろう 今こそ学院は人を必要とし重要なプロジェクトを、はあ、あれこれ言ったけど結局は私をここに戻したいということね従来先生もあなたがこんなことをするなんて思わなかったでしょいや実は恩師も以前から君に戻ってきてもらって院内の仕事をしてほしいと考えているんだよあらそう 私がなぜたった2年在籍しただけで学院を離れたのかあの先生はよく知っているはずだわモンドの生活を捨ててソロン派学者の身分で教練院に戻る知恵を求めるために必要な代償はもう自分では払えないわつまりもう私を連れ戻そうなんて思わないでうわリサさんってソロン派の学者だったんだな リサさんからそんな話聞いたことなかったぞそれから司書はとても大事な仕事よ時間を浪費しているなんて思っていないわ知恵は世界の隅々にまで秘められている一滴の中にある知識を軽んじてはならないこれは先生の口癖だった優秀な学者は細部を見落とさないわガォー先輩 やっぱり昔と同じようにあなたのことは先輩と呼んでもいいかしらさっきのはそれともう一つ見落としている細部があるわね今この時2人の人物が私たちの話をこっそりと聞いているわそこの2人私たちに何の用かしらへへ <laughs> リサさんこんにちは ほら言ったでしょ。やっぱりあなたたちだったのね。お久しぶりね。可愛い子ちゃんにパイモンちゃん。お二人はどう？いった？ご用件であれだ？おいらたちはスパター。えー、っと。スパンタマッド学院の地脈調査プロジェクトに参加するために来たんだ。地脈調査プロジェクト。あ可愛い子ちゃん。 まさか教霊委員に入学したのかしらそうそう連絡員のエフェンディさんから学術プロジェクトの優勝志願者を募集してるって聞いてガフォーさんにどういう内容か聞きに来たんだ優勝志願者を募集ガフォー先輩学院の内部はそんなに人が足りていないのそれとも外部の人間を必要とする計画でもあるのかしら いいやいやこれはあくまで通常の地脈監視プロジェクトにおいて必要なことで全て安全基準にのっとっている地脈のデータを集めるには大量の人手を削くしかないこちらとしては君が戻ってきてくれてジ分の一部でも手伝ってくれれば私の記憶では地脈のデータを集めるには秘境の奥深くまで入らないといけないわその危険性は決して低くないはずよモンドを離れてから 旅人とオイラはいろんな戦いを経験してきたんだだから秘境の探索なんてお手のものだぜあら長いこと会っていなかった間に面白い経験をいっぱいしてきたみたいねうんだからリサさんは心配しなくても大丈夫だぞお二人ともプロジェクトに参加しに来たのでしたらもう少し待っててくださいリサとのラフォー先輩残念だけど私はあなたの期待に応えることはできないわ ほんののの少しの挽回の余地もないとあの時私は自分の考えを貫いて強霊委に別れを告げたこのことを後悔はしていないしこれからも後悔することはないでしょうね長らく会っていなかったから気が変わっていて違う反応が返ってくるかもしれん君がそのように言い切ったんだ僕が無理に説得する必要もならこれ以上は邪魔しないでおこう 僕にはまだジムがたくさん残っているのでねええ安心して先輩学院の会合には時間通り出席するからそちらの志願者のお二人は時間が空いている時にマウティーマチューリンまで僕を探しに来てくれ協力してほしい仕事がまだ残っているんでねそうだ最後にもう一つリサ何かしら先輩モンドでの生活が順調であることを祈ってるよ ええ、さあ可愛い子ちゃんパイモンちゃん説得が上手な人ももういなくなったし腰を下ろしてお話ししましょうキョウの内部でとんでもないことが起こっているみたいね 私の兄弟子も自分の前途のために奔走しているのよそうだどうしてリサさんがスメールにいるんだ騎士団の仕事はほっといて大丈夫なのかええジンが私に長めの有給休,休暇をくれたのせっかくのお休みだし旅行でもしてリラックスするのもいいでしょあなたたちは聞いたことあるかわからないけど私はかつてスメール教練員の スパンタマット学院で2年間勉強していたのでも卒業した後は教練院に残らずそのままモンドに戻って騎士団の図書館司書になったわつまりリサさんがスメールに来たのはいろんなところを観光するためだけじゃなくてあらそんなに気になるのかしらそうねとても昔のことだしあなたたちになら行っても大丈夫ね強いて言うのなら。 理念がかかかったからかしらし当時教霊院にいた頃の私はジュライセン先生に才能を買われて教練院の核となるプロジェクトに数多く参加させてもらったわでもそういったプロジェクトのほとんどは失敗に終わったの率直に言うと超人的な知恵を得ようとして遠くに行き過ぎたのよ失敗して当然だったわ私は もうこのような狂ったことに巻き込まれたくないと思ってだから離れることを決めたの <laughs> さてあなたたちならわかってると思うけどこの秘密を知ったからには誰にも言わないことを約束してちょうだいねうんいろいろあったんだなだからたとえジュライセン先生が説得に来たとしても私が狂礼院に戻ることはないわ。 昼夜問わず実験に没頭する生活よりも昼前の10時から仕事をして毎日決まった時間にアフタヌーンティーをする生活の方が私には合っているものやっぱりリサさんが図書館司書の仕事を選んだのは面倒なことをしたくなかったからなんだな仕事なんてそんな面倒なことはのんびりやった方がいいし定期的に休暇を取るのもとても重要なことでしょ はあ、でもスメールに到着してまだ間もないのにガフォー先輩に見つかっちゃったのよガンダルバ村であの子を見に行く前にね <laughs> つい話し込んじゃったわねそれであなたたちはかわい子ちゃんとカイモンちゃんはどうしてスメールに来たのかしらそうだったの 神を超えたいと思うほど彼らがそうも執着していたなんて私の知らないところであなたたちはまた何かに巻き込まれていたのねでもこの規模の危機でも最後にはあなたたちが何事もなく解決してしまうかわい子ちゃんあなたの能力は本当に計り知れないものねこんな偉業を成し遂げた今のあなたにはまだやるべきことがいっぱい残っているんじゃないかしら 本当なら一緒にスメールを観光しようと思っていたのだけれど本当に惜しいわめったに会えないのにあら可愛い子ちゃんも私と一緒に観光がしたいということかしら <laughs> それならよかったわここ数日はスメールシティを観光して最後はガンダルバン村から リーウェを通ってモンドに戻るつもりよもしかしたらスメールシティやガンダルバー村で不意に会うかもしれないわねあらそう考えると予想もしていないところで偶然出会う方がロマンチックだわ旅の雰囲気にもぴったりもし私を見かけたらぜひ声をかけてねそうじゃないとお姉さん寂しくなっちゃうわウふ <laughs>